辻清人は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。性の漢字は正確には、部首がではなく、である。東京都台東区生まれ。4歳で、カナダバンクーバーに移住し、17歳まで過ごす。2003年、京都大学経済学部卒業後、リクルートホールディングス入社。2007年、コロンビア大学国際公共政策大学院を、 終了し、同年6月から戦略国際問題研究所で研究員を務める。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙で、元通商産業大臣、東京自民党政経塾所大塾長、深谷隆氏の後継者として、東京2区から出馬。民主党の元内閣総理大臣補佐官、中山義勝を破り、84,662票を、 得て初当選。2014年7月 NHK アナウンサーの井出田奈々と結婚。同年12月の第47回衆議院議員総選挙に自民党公認で東京2区から立候補。10万3954票を獲得して中山らを破り再選。同年12月17日に東京都選挙管理委員会から当選人告示を受けた。 2017年10月の第48回衆議院議員総選挙で立憲民主党の公認を受けた弁護士の松尾昭弘、希望の党の公認を受けた鳩山国王の長男の鳩山太郎を破り参戦を果たした。2018年10月の第4次安倍内閣改造内閣の大臣政務官人事において外務大臣政務官に任命された。ありがとうございます。